5月29日、キャンピングカーを取り扱う株式会社ダイレクトカーズと災害時におけるキャンピングカー等の提供に関する協定が締結されました。この協定は大規模災害時に避難所などの移動住居としてや救護・救援にかかる輸送に活用し避難生活の支援をするものです。はじめに締結式が行われ、株式会社ダイレクトカーズの桃田正人代表取締役と竹上市長が締結書に押印しました。締結式の後に竹上市長が挨拶し、キャンピングカーは災害の時に確かにいいですね。今日の協定は非常に実用的な協定になっていますので、これからもいいお付き合いができればと思っておりますと話しました。いいお付き合いがさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。続いて株式会社ダイレクトカーズの桃田社長は、少子高齢化や人口減少、災害対策などの問題から地元三重県の自治体様に貢献できないかと考えて、自社の強みでもあるキャンピングカーが防災対策として動く避難所として活躍をしてくれます。実際に災害が起こった時に松阪市様とともに連携して全力でご対応していきますと話しました。締結式の後には市役所で披露されたキャンピングカーを竹上市長が見学しました。はい、大丈夫です。はい、でまあ電子レンジがあったりとか、まあ、基本的にはもう生活するにはもう十分なスペースですね。実際に災害があった時に、我々が、キャンピングカーをお持ちしてですね、お役に立てるという、まあ、地域社会に貢献できるような形で、活動していきたいなというふうに思っております。はい、今後の災害時に活躍してほしいですね。